ベナーグレンセンターベナーグレンセンターはスウェーデン、ストックホルムのバーサスターデン地区にあるタワーとビルの複合施設である。この建物は1959年から1961年にかけて建設され、1962年に開業した。ベナーグレンセンターはヘリコン、パイロン、テトラゴンという名称の3つの建物から構成されている。パイロンは高層のタワー、 ヘリコンはタワーを取り囲むような半環状の低層部分、テトラゴンはタワーに隣接する箱状の建物である。ヘリコンはストックホルム地区の研究施設を訪れる科学者達用の居住施設を含んでおり、この部分はベナーグレン財団の一つの所有分となっている。複合施設の残りは商業用の賃貸スペースとなっているが、その一部分は 伝統的に研究女性団体のような科学、研究組織が使用している。このセンターは、ノーベル賞受賞者、ヒューゴ・テオレルがストックホルムを訪問する科学者が、投留する宿泊施設を建てる働きかけを行った、結果、実業家のアクセル・ベナー・グレンが、建設費用の資金を寄付したことから彼の名にちなんで、名付けられた。A.B. ウェナー、グレン・ファウンデーションズ、ウェナー、 グレンセンター、アクセスト、オンジュライ16、2009ありがとうございます。